はい。通量も結構ある幹線道路なんですよ。で、右にも左にも曲がる方多いですしね、もう慌ててさっとねマクドナルドの裏手にある道を見つけまして、わこの坂登るかなと思いながらもう祈るような思いで、入ってきましたね。全然動かなくなりました。マシンも完全に停止して、あとは室内の温度がどん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 高くなっていくんですよね。エンジンルームもやばいと思ったんで、これもうキーを回してエンジンを切ってですね、炎天下の中動作を停止したわけなんですよ。もう完全にこれね、ゴライアスにやられたあのマイケルナイトの気分ですよ。この炎天下もうサウナより暑いですからね、あっという間に40度ぐらいになっちゃうわけですよ。もうラムジェットで脱出するしかないなと思ってね、わけのわかんないドラマが頭の中巡ったりしましたけどもね。無線が入りましたね。まあ、内藤財団と自動的に警察が連携を取って、まあ、今私の内藤2線がどういう状況になるのかってことを連絡してくれたんだと思います。まあ、でもね、レッカーももうすぐ来るんで、ちょっとまあ安心かなっていう気持ちで、運転席に座ってますね。まあ、なんせクリープでしか動かないんで、それだけがね、なんかちょっと残念なところですよね。周りの方の視線も熱いというね、そんなところでございました。マイケルって出ましたけどもね、本当にそんな心境で、これね、ゴライアスにやられたマイケルナイトの気持ちですよ。この炎天下でマシンが動かずに、もうクリープしかしないわけですから、はっきり言ってね、もうね、途方に暮れましたよね。こんな時、知り合いの修理工もいないし、エリア101さんは遥か1000キロ彼方だし、
誰がどう助けてくれるんだと思ったわけですよね。でもう同じようにね、これ自分でやるしかないなと、こっからキッドへの愛情ね、ナイト2世への愛情を行動で示していかないといけないなと思いながら、マシンの奥に潜ったんですよね。まあ、まずはアクセルがガタガタになって、もうね、はっきり言ってこう全然、こう張りがない状態ですよね。だからまあアクセルを踏んでも無駄だなと思って、でアクセルの光を見ていただいたら分かるように踏み込みっぱなしになってるんですよ。だから基板がなんかね、反応接触悪くして、それでエンジンのこれガソリンがね、エンジンルームに行かないのかなとか感じたんですよね。で今ちょっとね、スマートフォンで一応今井社長の方にご一報してですね、こんな状態になりましたとアドバイスをお願いしているところなんですよね。まあでも割と私落ち着いていたのは、まあ交通の通行の邪魔にもなってないところに車をなんとか止めれたのと、割とね、レッカーが保険がいいのが入ってたんで、レッカーがすぐ来るって言うんですよ。でこの日はね、もうお盆のラッシュが始まりで、まず JAF にかけてみたんですけども、なんかね、少なくとも1時間待ちみたいな連絡が来て、あ、そうだ、保険に入ってたと思って、その保険会社の方に相談したら、あ、すぐ行きますよみたいな感じで、まあ、結果的にはね、20分もしないうちに来てくれたわけなんですよ。すごく早くて助かったなってことですよね。はい、これで炎天下の中ずっと待ってたわけなんですけども、一回編集したんですけども、かなりね、汗が出ちゃって、当然ナイト2000、これ、エアコンかけてらんないんですよね。室温がほら高くなっちゃうじゃないですか。エンジンルームすぐ100度超えてオーバーヒートしちゃうんで。ですんで、一応エンジンを切った状態で待っていたって形になります。ただね、エンジンルームむちゃくちゃ熱くって、エンジンルームの点検ができないんですよ。なんかね、顔を寄せただけで熱風が顔にかかってきてね、とてもじゃないけど、これ、やってられなかったですね。まあ、こういう時に、あ、どういう工具がいるのかなと、少なくとも、軍手とかね、手袋みたいなの用意しとかないと、まあ、触るに触れないなというところですよね。ワイヤー1本触れないし、バルブ1個触りに行けないんですよ。で、長袖がないと、ほら、袖とか、半袖だから、火傷しちゃうでしょ。だこういうところもいろいろ気づくところがあって、万が一の時のために車に積んでおくものっていうのがね、いろいろ思いついたわけなんですよね。走行してるうちに、なんかレッカーがもうすぐ来ますよって連絡が入ったのが、この頃ですよね。向こうの方から、もうね、車両の音が聞こえてきたんで、あ、近づいてきたなってとこですよね。で、運転手の方から、近くに行けますかとか、前から入りましょうか、後ろから入りましょうかみたいな感じで、連絡いただいたんで、まあ、この後ですけどもね、電話をして、前の方につけてくださいと。一応、クリープで、前と後ろにしか行けないんで、ね、チェーンで、フックでね、引き上げてもらうようになりますよって感じでフックをかけてもらったわけなんですよね。あとは結構スムーズにレッカーしてくれましてね、すごく助かりました。はい、もう暑くってね、外に出ちゃったところですね、これはね。で、しばらくして、全体像を見るために車をぐるーっと回って、で、室内気温も高かったんで、ほら今ね、ぐーっとハッチバックを開けたところです。ハッチバックを開けると、偶然つけていた監視カメラがちょっと角度を変わって、こういう風な感じになりましたね。ここまででね、一応全部隠しカメラといいますか、偶然つけていた車内カメラの映像が終わりになります。またご覧いただきましてありがとうございました。ご覧のようにね、慌てていたんですけども、別の動画でもお知らせしたように、しっかりといろんな方の力を借りながらね、直すことができました。そして今ではね、元気にナイト2000走っております。どうも皆さん、ご迷惑をおかけしました。全国のナイトオーナーの皆さん、本当助けていただいてありがとうございます。